札幌にはすごいやありがとうがあふれている。札幌には金メダリストがあふれている。いい人、いい街、毎日金メダル。今回の毎日金メダリストは、弊社の障害者就労支援施設で働いてもらっている成沢さんにメダルを贈りたいと思います。私どもが障害者施設を作って4年間車椅子で雪の中も通ってくれたこの頑張りにメダルを贈りたいと思ってます。仕事の業務は IT になります。例えば札幌ラーメンと検索した時に上位検索に出てくるようにするために、そのためにはブログとかさまざまなコンテンツが必要になります。そのコンテンツを成沢さんが作ってもらってます。4年間どうもありがとうございます。本を、出版する夢をぜひ叶えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。私が特別一生懸命やってるとは思ってないのでちょっと驚きました。楽しいです。本当にみんないい人たちなので楽しく仕事をしています。文章を書くのが好きだったのでずっとなんかエッセイとかを書き溜めているのでそれを本にできたらなって思っています。皆さんも毎日金メダリスト見つけてみませんか？